政府全国共通の新ポイント発行、マイナンバーカード活用と、政府がマイナンバーカードを活用して2020年度に実施するポイント制度の概要が1日分かった。10月の消費増税対策で一部自治体が独自発行する自治体ポイントの拡充を検討していたが、変更して全国共通にするのが柱。民間のスマートフォン決済事業者と幅広く連携し、利用者がスマホに入金すると地域を問わず使えるポイントを国費で上乗せする。20年10月に始め、入金2万円に対して5000円分 25% を提供する案が流色だと。もう何のために増税するんだって、もう本当に意味わかんないですよね。意味わかんない。これもう多分なんだけど、これは官僚たちの仕事を増やしてるんですよ。で、官僚は自分たちの天下り組織とか、自分たちの仕事がなくなったら人員整理になっちゃうから、仕事増やしていくことしかやってないわけですよ。だからでもこれはこれで官僚たちは別に自分たちの仕事増やして、自分たちが首切られないようにしていくためにいろいろやってるっていうことで、だから国としてはプラスじゃないんだよね。これは国民にお金が来るけど、官僚たちに払う給料増えていくというか、残業代も増えるし、天下り組織自体は残ってるわけだし、いや本当これもひどい話なんですよね。そうですね、はい、なんか以前ありましたよね、サーバーを、このマイナンバーのサーバーを整備して、この80億円かかったと、はいはい、ただ利用想定の 0.1% しか使ってないってのがあったんですけど、こんなのに80億円使って、はい、こいつら何の責任も取らないわけですよね。そうそう、取らないし、前はほら、なんだっけ、子育て支援とか言って、はい、商品券ってかみたいな、なんか券を配って、はい、っていう支援とかやってたでしょ。あれだって郵送代とか、それを作る印刷代とかやってみたら、国民を豊かにしてると言えるかって言ったらそうじゃないんだよね。結局その政府の予算を増やして、やってるわけですよ。だからそれでまた足りないやつって、そう悪循環に、そう、国民がそれ使って豊かになったかって言ったら全体的にはそうじゃないっていうね、何なんだそれ。いや、もう狂ってますね、日本っていうのは、はい、絞るとこうありまくりですからね。そう、本当に。ただそうなるともう官僚たちの利権が脅かされるから、誰もやらないという、いや、それこそもう内閣改造で、麻生さん辞めさせた方がいいですよ、あんなの。そうね、本当もうこれは意味がわかんないね。麻生さんもこういうこと賛成っていうのはね、まあ安倍さんも結局最終的には賛成してるんだけども、やっぱでかい政府に従うんだよね、で生産しないからね、政府っていうのは。そうですね、何も、奪ってるだけですよね。そう、政府とか役人は減らしていくのがいいわけ で、でその人たちは能力あるんだったら、民間業者を作ったり起業してもらって、何万人もね、採用して働ける能力を出してもらいたいなというふうには僕は思いますよ。本当に行き当たりばったりの、もう政策しかやらないなと。ただ他はどうなのかっていうと、他もひどいから、もう日本は絶望的な状況に今ありますよね。スーパーチャットを軽く読みましょうか。安倍総理からも、ごめんねというコメントコメントとともに投げ銭をいただきました。やっぱちょっと消費税の問題をね、我々言っちゃったんでだと思うんですけど、はい、ごめんねと、それここで投げ銭されてもちょっとそうここにもなんないですけど、そんな内閣、11日に内閣改造、外相に茂木氏が浮上と、産経新聞が報じていまして、安倍晋三首相は11日に内閣改造と党役員人事を行う。河野外相の後任に日米貿易交渉になった茂木敏充経済再生担当相の名前が浮上している。内閣の要である菅義偉官房長官と麻生太郎副総理兼財務相は、そのままだと、党役員では就任から3年を超えた二階幹事長の処遇が最大の焦点となると。で、河野外務大臣って、割と好評だったじゃないですか。そうですね、それなのに抜けると、ということで、今後のポストを、さらに上のポストを狙うための準備なのかとも言われていますよね。この茂木さんっていうのは移民とか外国人参政権を賛成してたような人だし、日韓議連、あと日朝国交正常化を目指す議員連盟というね、なんかちょっとそのきな臭いグループに危険だね。河野太郎も、ちょっと
河野洋平の息子ってことで、うん、やばかったけど一応気持ちを取り直して 気をね、あの安倍さんに合わせてちゃんとやってくれたから、うん、僕は良かったなと思ってるんですけど、うん、ただ僕は彼にあのツイッターブロックされてますから散々河野洋平の悪口言ってるからだと思うんですけどあと河野太郎自体も、うん、慰安婦についてはちゃんと謝罪してないんで、うん、僕はまだ信用してないんですけど、うん、あのそういう意味ではねブロックされて、いや俺河野太郎の悪口は言ったこと多分ないと思うんだけど、あのじゃあもう河野洋平って検索して、あこいつ悪口言ってるブロックってやってるのかもしれないですね。そう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 、だから動画では太郎のこと言ったことあるよ、うん、あの慰安婦問題で、うん、あいつあの河野太郎あ洋平 の肩持ってたからね、うん、だからただあの今安倍内閣にいて、うん、そのまあ閣僚だから本人職を出してないのであって、うん、自分が何かできる立場になったらやるんじゃねえかなっていうことですね、うんうん、それがちょっと心配な点として、そう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 、だからそう安倍さんがいるから、うん、安倍さんに合わせて部下だから安倍さんがどう思ってるかって分かってるからやるけど、うん、そうだけどトップが自分になったり、うん、それか二階さんとかがね、うん、もし総理大臣とかになってたら跳ね伸ばしてやるんじゃないかっていう感じするよね。うん、そうだからそう僕は信用してないっていうのがある、ね、うん、はい、そうなるともう人がいないんですよね、うん、まあ、例えばこの記事の中にそうそういないんだよね、あの岸田氏の処遇も注目されてるっていうのがありましたけど、岸田さんなんて多分ここでは全く人気ないじゃないですか。いやまあもうあの官僚上がりの典型の顔をしてるじゃない、喋、うん、っても面白くないしね、うん、あの面白くないしねいやまるで自分が一緒に喋ってるからいやいや河野太郎は多分喋ったら面白いですよ、はい、あの一緒に飲み行っても多分面白いですよ彼は、うん、でも岸田さんとあの新幹線グリーン車で大阪まで一緒ですって言われて、はい、なんか喋る、いや喋らない、喋ることないでしょ、うん、多分ただとものはまだ面白いじゃないかいじれるからっていうあれサラリーマンですか、サラリーマンそうこんなこと言っていいのか分かんないけどもあのただとまだネタになるじゃないですか、はい、そうネタになるからね、岸田さんは多分真面目な感じで、はい、ネタにすらならないかもしれないですね。そう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 、もうだからいやもうあの人材なんで、あのちょっとさ、その先週 N 国の立花さんに来てもらったけれども、はい、僕はあの結局ね自民党だって本当に自分がやりたいことやろうと思ったら、うん、大臣ぐらいにならないとまあまあ自分の存在感出してできないんですよ、はい、議員を一期やったところで二期やろうが、うん、それぐらいじゃペイペイにもならなくて、うん、もう意味がないんですよ政治家って、うん、だから黙って上の人について行って、まあ、何期かやった時にやっと大臣とかになって初めて自分の色を出せるんだけど、あのその何回か当選していくためにはあの何失敗しちゃいけないじゃない、はい、でそうするとその大臣になった時にはあの何の思想もないやつが残ってんだよね、うん、失敗しない議員だけが失点はないけど面白くないっていう、面白くもなくてそして土下座してきたやつっていう、うん、だから外交的にも問題にならない人間が結局上に来るわけですよ、うん、そういう意味で立花さんは自民党員にならないと NTT 改革できないんじゃないかってわけじゃないって、はい、自分で NHK で、ね、うん、だから自分で出てトップであれだけやってるから、うん、みんなが知って、うん、話題になってるわけじゃない、だからもちろんそれから先本当にスクランブルができるかわからないけれども、うん、僕何が言いたいかというと国会議員って今の仕組みだと優秀な人間が入って自民党員にならないと本当の政策できないっていう形になってしまうと、うん、あのつまんない仕事だよね、まあ、そうですね、で僕はもともと思ってたから、うん、立花さんのやり方見てあこの手があったのかっていうのはすごく思いましたね、プライベートもないし、はい、うん、そう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 、政治家は大変ですよ、そう言いたいことも言えないわけじゃない、うん、あの3期4期やって、うん、やっと大臣になってちょっと言える、ね、でも大臣になって、はい、日本は韓国に対して悪いことばっかりしたわけじゃなくて韓国に対してもいいことしたって言ったらクビになったりとかしてたわけですからね、うんうん、はい、だからあの最近あの丸山穂高さんが N 国行ったじゃないですか、うん、はい、妙にあれ生き生きしてるなと思って、うん、まあ、いろいろその最近ひろゆきさんとのこといろいろあったりしましたけど、はいはいはい、結構こう盛り上げてる感はありますよね、うん、そう
吹っ切れたなっていう。ただあれだって他の党だったらまるで注目されないでしょうし。そうだからそうなんですよ。だから僕は言いたいのは、皆さんにも考えてほしいのは、政治家っていい商売ですかと、うん、本当にその自分の思想があってやってる人がどれぐらいいるのかと、うん、言いたいことも言えずに、そうポイズンですよ、うん、ポイズンポイズンなんですよ。もう本当に毒にも何にもないやつが結局大臣になっていって、うん、で変なしょぼい失言で辞めさせられたり、うん、ちゃんとした失言、ああいうことを言っても失言だって言って辞めさせられたり、なんか優秀な人間が、だから高校生とかでね、めちゃくちゃ頭良くて俺は日本を良くしたいと思ってた人が憧れる職業にできてないなっていうのをすごく思いますよ、ね。まあ、そうですね。そして表面上は無難に過ごしていたとしても、うん、そのストレスが溜まるんでしょうね。そうそうそう、だから裏ではこのハゲとかそういうこと言っちゃうんでしょうね。そうそうそう、だからいや本当日本人で優秀な人が政治家になって言いたいこと言って戦えるようなこうシステムにしたいなとは僕は思います、うん。まあ中選挙区制の時はそうだったんだけど、うん、小選挙区制になっちゃうとますますその幹事長が決めちゃうっていう流れになっちゃうんで、うん、まあ、だからこそこの二階さんとかが強いっていう、そう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 、うん、いうことですね、はい。まあ、衆院選もそう遠からずあるでしょうから、うん、はい、まあ、どう展開していくのかっていうのは、そう、まあ、早くちょっとああいうやり方の人が出てきたっていうのはちょっと政治が面白くなったなというふうには僕は思いますね。そう、プロレス的に最高に面白いなっていう気がしますね。だって今立花さんいなかったら政治ニュースないですよ、うん、政治面白くないよね。面白くないですだって自民党も見たら分かる通り人材なんでしょ、うん、どう考えたってここ何人かね、エースがいないですよね。そう、何人か大臣になった人が、うん、の発言聞いてて、野球で言ったら7回5失点ぐらいのピッチャーがいっぱいいるみたいな。そう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 、エース級のだから7回その2失点、うん、もしくはもう完封狙えるぐらいの選手が全くいなくて、そう、もう敗戦処理のね、もう7点差取られたからお前行けって言われる、うん、だようなやつが大臣やってるわけですよ、うん、もう防衛大臣とか最近ね、そうそうそう、最近は本当にもうそう、エースは潰されてて、うん、本当7、そう、敗戦処理のピッチャーみたいなやつが、もう、ね、もうお前も4回ぐらい当選してるからそろそろ大臣やるかという感じでなってんじゃないのっていう。そうですね、はい、本来先発を任せてはいけない人にこう、うん、はい、やらせるみたいな感じですからね、うん、はい、いやだからなんとかしてほしいんですけどね。そうですね、はいはい、おでぶくらふみほびさん、最善の理想にはなかなかたどり着けない、大臣候補の在庫整理は、うん、ですからね、まあ、これも本当にね、本当敗戦処理のピッチャーみたいなのがね大臣になってきてるっていう流れはね、うん、ちょっと政治見てても、うん、いやこれで国民の代表ってこれでいいのって思うよね。そうですね、うん、こんなのばっかりですからね。そうで1期目とかまだね、そんな経験のない人でもいい人がいたら、うん、いきなり大臣にするってことは許されない状態じゃない。そうですね、うん、多分そうすると、うん、もう嫉妬の嵐でしょうから、あ、もう俺なんかもう 3期4期やってるのに、うん、なんであいつより下なんだみたいな、そう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 、多分そういう多分争いが多いでしょうしね、うん、はい、そう、はい、なんだろうね、うん、そうそう、だから国の代表だと国益第一に考えるって書き込みあるんですけど、うん、まさにそう僕は思うんで、うん、最初からもうこの人を大臣にしますとかやればいいと思います、ね、いやただみんな人間なんですよね、うん、そういうこう嫉妬とか、はい、うん、そういうものも渦巻いている世界でしょうし、しょうがないと思いますよ、うん、はい、ある程度は、はい、